この時間はゲストの方にお電話でお話を伺います。内藤証券投資調査部シニアアナリストの浅井陽三さんです。浅井さん、こんにちは。こんにちは、今日もよろしくお願いいたします。お願いします。だいぶ涼しくなってきましたね。そうですね、非常に過ごしやすい季節になってまいりまして、いよいよ配当付き最終日まで来てしまいました。そうですね、もう9月も末まで来てしまいまして、あと今年も残すところ3ヶ月。あっという間ですよ。あっという間ですよね、どうでしょう、振り返っていただいて9ヶ月間はいかがでしたか。はい、怒涛の9ヶ月でした。そうですね、怒涛のというかいつの間にか9ヶ月来てしまったという感じで、はい、コロナウイルスの問題でマスクを しているといつの間にか秋になってしまったという感じですね。そうです、だからコロナが出る前のなんか1月末とかあの辺のイメージずっと引っ張ってるんですよ。途中がなんか消えてるような感じですよね。そうですよね、確かにそうなんですよ、はい、という状況で相場の方もまた ご説明いただければありがたいんですが、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ですね、まあ、最近は小型株種が非常に旺盛なんですけれども、まあ、そういった地合いの ある程度基本的に良さっていうのがあるんですが、ただまあ一方大統領選挙が近づいてきました。11月3日ですね、はい、それで追加経済対策の与野党合意の奥が遅れてますし、アメリカの方ですね、それからまあ後任の最高裁判事 の議会承認にめぐって、やはりちょっと与野党の対立っていうのがここへ来てちょっと出てくるんじゃないかということで、はい、まあ、前回民主党がオバマさんの時に、その選挙前のですね、承認、議会承認見送ったということ経緯もありまして、今回は民主党、なんとかトランプさんは選挙前に通そうとしているんですけども、はい、民主党はちょっと受け入れがたいんじゃないかということで、まあ、そうなってくるとやっぱ追加経済対策合意がちょっと不透明になってくるなという感じなんですね。だから景気対策よりも選挙って感じになっちゃってるわけですね今。そうなんですね、だからまあそれに選挙に向けての、まあ、トランプさんはなんとかこう接戦の中をですね、まあ、勝ち抜きたいと考えているわけで、はい、あとはその、まあ、民主党共和党はですね、最高裁判事に関してはその、まあ、これ以上保守派を増やせないと、ね、なんとか保守派の安定的にもこの保守派がの勢力を確立させたいとか、そういう思いとかがせめぎ合って、はい、まあ、経済対策とかがちょっとなおざりになっているという感じなんですかね、はい。それからあとは、FRB の方ですね、まあ、長期的に、まあ、低金利継続させると言ってますけども、まあ、財政出動を求めてまして、現況では一段の金融緩和がちょっと、まあ、動かない見込みであるということもあります。まあ、世界経済自体は新型肺炎前の水準を上回る見込みがあるわけでもないですし、まあ、大統領選挙までは少しちょっと株式市場ちょっと見送り気分強くなるかなという感じです。まあ、万が一追加経済対策が成立近しということになればですね、まだそれはそれでまだ動いてくるかもしれません。はい、まあ、いつも通りちょっとチャートの方を見ていきたいと思います。はい、ニューヨークダウの方ですけれども、まあ、9月2日からまあ再びまあ急反落という形になりまして、52週移動平均線が 26,503 ドルということです。まあ、このあたりでちょっと下げ渋ったと。で、次の日足ですけれども、これも200日線が 26,279 ドル。まあ、このあたりまで少し接近してですね、若干ちょっと反発の兆しはあるということなんですけども、やはり週足見ますと、ちょっとこの次のナスダック総合指数なんか見ますとですね、まあ、大幅高の後のまあ急反落という形で、まあ、一気にその高値更新して一段高というにはちょっと難しいような気もしますので、はい、やっぱ大統領選挙までまあ地道にちょっとこの 足場固めみたいな感じになった方が、まあ、今後のことも考えるといいんじゃないかという気もします。はい、日足の方はナスダック日足の方はまあこの形で75日線あたりで下げしぶりという形にはなってますね。10年国債利回りはこちらの方最近はもう横ばいになってます。まあ、低下もせず横ばいという形で、まあ、現状では一段の金融緩和に動かないということで、こういう形。円相場の方はまあ、そういう形もあって、最近はですね、まあ、リスク回避の動きもあって104円台、あたりまで行ったんですけれども、先週は週末にかけて円安という形になりました。それから上海総合指数、これは上海の方は
1日から8日まで10月のですね、国慶節です。それからで休み、それから香港の方は1月1日、2日が木金が休みということになりまして、それを控えてですね、ちょっと現金化の動きが出てきたかなと。はい、米中対立もありますし、まあ、感染拡大、海外での感染拡大というのもありますので、まあ、そういったところを見越して、ちょっと下の方に行ってきるという感じですね。今日は午前中は3212ポイントで7ポイントほどちょっと安くなっているということです。から同先物相場、こちらの方も最近の米中対立のこともありまして、久しぶりにちょっと大きく反落したという形になりました。原油先物相場もややちょっと最近は頭打ち気味ということです。それ日経平均株価ですけども、週足、ご覧の通り、これは前週末比で155円安だったんで、全然週末比ですね、今になれば、はい、ということで、こちらジリ高がついてるんですけども、まあ、各移動平均線上向いてるんですが、去年年末から年始の高値に接近してきて、利益確定は出やすい状況であります。明日29日権利配当値で143円50銭ほど下がりますので、はい、今日上昇している分はちょっと打ち消す感じ。それから日経株価、冷やしはご覧の通りで、じり高は続いているということなんですね。それから最低改ざんと離ざんの推移、次のページですけども、はい、こちらの方あんまり大きな動きはありません。そうですね、信用改ざん、37億円の、まあ、増加で、小幅増加でとどまりましたけど、最近順調に、まあ、増えてきているという感じですね。それからトピックスのグロック指数に対するバリュー指数の推移、こちら今日の前引け現在までですけども、再びバリュー株がちょっと弱くなって、この指数が、まあ、低下しているという形になっています。ということで、業種別の株価指数の動きはですね、ご覧の通り、例えば医薬品とかサービス小売業がまあ強め、それから真ん中ちょっと今までちょっとジャスダック指数を表示してましたけども、東証小型株指数でいくと、まあ、ここのところちょっと強くなってきています。ということなんですね。はい、それから2枚目は輸出関連とかですけど、電気機械、価格はまあ堅調というところでしょうか。一方、そのバリュー株の代表的なって鉄鋼とかですね、あと海運株が、まあ、ちょっと反落といいますか、弱くなってきているということ、それから輸送機器ですね、自動車、こういったところもちょっと低下してきているというところが、まあ、ちょっと気にかかるところですね。さて、まあ、今日の銘柄なんですけども、今日はですね、売上高経常利益率がですね、もう実績3期、まあ、例えば3月決算の20年3月期まで3期連続で実績が改善してきた銘柄です。はい、というところで、どういうのかというと、まあ、ご覧の通りなんですけども、3期連続改善で、なおかつ3期前比で3ポイント以上利益率が改善していると。そして直近の実績が 7% 以上、それから売上高も同じように伸ばして、売上高がこう伸びずにですね、利益率が改善しているだけじゃなくて、売上高も伸ばしていると、前3期前比で2割増収になっているという銘柄から選んでみました。というところで、まあ、ご覧の通りでございまして、システムが、まあ、自動運転の車載システムをやってますが、通信、事業者向けのアプリとかソフト開発、をやってる会社ですね。それから赤いのは、まあ、最高益更新予想、今期の予想なんですけども、まあ、ただ、まあ、これ、表を見ていただきますと分かりますので、今期は、まあ、業績がちょっとどうしても、コロナウイルスの関係もあって悪くなったりしているんですけども、その中でも、まあ、ベネフィット1はこれ 7.5% 増益という形になっています。売上高経常利益もほとんど落ちずという形でございまして、こちらパスノグループの企業とか観光庁向けの福利厚生サービス、エスプール物流分野の自在派遣とか人材紹介の会社で、障害者の雇用支援サービスもやっているということですね。手間いらずという会社は宿泊施設向けの予約管理システムの提供をしている会社、まあ、各種サービス比較で比較サイト、比較コムも運営しています。こちら、まあ、直近のですね、コロナウイルスの関係で業績、落ち込むかと思われて 1.6% の増益になっていますね。バリューコマースはヤフー傘下のネットの広告仲介大手であります。それからユビコムホールディングス、こちらの方はフィリピン拠点での IT システムを開発していまして、国内外の企業向けに提供、それから医療向けのソフト開発もやっています。オロはクラウド活用のを活用しました ERP パッケージソフト、統合機関業務システム、企業の各種業務の、を支援するシステムです。これを開発している会社。 CTS は
土木建築業界に特化した建設 IT 関係ですね、生産性向上とか品質確保とか安全性向上などを支援する会社であります。トリケミカルは半導体製造装置を今日は下がってますけども、薄膜生成、ドライエッチングなどの高付加価値の化学薬品メーカー、オービックはこれも業務支援ソフトの会社であります。それから2番目ファンケルは無添加の化粧品メーカーですね。中国でブランド力が非常に強いです。ジャパンマテリアルは半導体液晶製造用の特殊ガスなどを展開しています。グレステクノロジーは、産業機械など企業向けのですね、各種技術マニュアルを制作する会社でありまして、 AI による完全誘導型の支援システムグレースビジョンなども開発してまして、国内外で展開を図っています。ナスダック公開を目指しています。それからジャパンエレベーターサービス、こちら独立系のエレベーターエスカレーターのメンテナンス企業でありまして、各社どのエレベーターでも対応が可能ということであります。それからアンリツはご存知、モバイル機器の製造用スマホとかですね、あと携帯基地局の建設保守用の計測機の世界大手でありまして、 5G スマホ開発用が好調ということですね。あと任天堂は今期、3DS じゃなくて、あれですね、スイッチが当初計画2割増になると伝えられて、株価が上昇、一段高となりました。集まれ動物の森などが好調です。ファイバーゲートは集合住宅商業施設用の Wi-Fi を構築する通信サービスを行っています。PCA、こちら中堅企業の基幹業務アプリを提供。そして時計バー、東京時計バーは同社開発のインターネット馬券購入システム、スパット4が好調というところでありまして、3期、利益率も改善して売上高を伸ばしてきた会社、そして今期はちょっと足踏みだけれどもというところなんですけれども、この実績を見込めば今後も再びコロナの影響がなくなればですね、良くなってくる可能性は非常に持っている会社群じゃないかということで19銘柄選んでみました。これ浅井さん、グレイスとかジャパンエレベーターサービスとか、やっぱり業用に特色があるところってやっぱ出てくるんですね、こういうところに。そうですね、出てきますね、はい、結構面白い中古型で面白い銘柄は結構出てきてるんじゃないかと思いますね。そうですよね、ジャパンエレベーターサービスなんかでもその独立系ということでは数少ないですしね。そうですね。でグレースなんかの顧客見てみるとファナックとかですね、ああいう大きいところがお客さんなんですよね。そうですね、大手が顧客なんです。そうですよね、はい、そういった意味ではやっぱり特色のある銘柄群ということですね。そうですね、強みを持っている銘柄群ですね、はい、分かりました、はい、浅井さんありがとうございました、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。内藤証券投資調査部シニアアナリストの浅井陽三さんにお話を伺いました。